ばんは。こんばんは。蔵の下大西。蔵、あ、すごい。蔵の下大西。こんばんは。なるとももちゃん。ももちゃんもいるよ。大西がいるよ。花火。バーン。バーン。どうもー、こんにちは。ハモったな、今。どうもー。3回目でお送りしております。どうもー。番組みたい。今回は、今回はドドンドドン、今回はただ喋る配信。イエーイ。あー、大晦日ですよ、皆さん。大晦日ですね。大晦日ですよ、皆さん。私たちは今、あのそうですね、私たちはですね、あの大晦日公演っていうのをやってきて、はいはい、そんでですよ、話が進まない。なんとあの、カウントダウン TV のね、年越しに出演させていただけるということで、はい、待ち時間です、わかりやすい。そうです、そうです。待機時間を配信してます。みんな何してますかっていうことでね、画面花火だらけやな、うん、ね、かわいい、ありがとうございます。パン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 、ありがとうございます。ありがとうございます。2021年も今日でラスト。なんかゆくって書いてあるの、これタワーなのかな。何ゆく、これ知らん。あ、今残ってるならそうじゃない。確かに牛のマーク、かわいい。ゆくはじめ、アットマーク、ルーマーで燃えた2021年に感謝、2022年もよろしく。ラストです、ありがとうございます。それな、私もワッフルさんだ。お、タワーありがとうございます。ありがとうございます。かわいいタワーありがとうございます。素晴らしいね。ありがとうございます、ね、キラキラすごいね、うん、こんな、ね、いい年末って感じがする。年末だよ、みんな、ね、ありがとう、ありがとう。みんなは何してお過ごしでしょうか。何してんの、うん、ね、お家にいるのかな、ね、あー、またタワーだ。お、ゆゆさん、タワーありがとうございます。寒いえ、寒いからダウン着てる。ねえ、むしろマフラーつけてるもん。ねえ、寒いからね、一番寒いんだよ、ね、一番すぎじゃん。始まってますね。これから実家帰るやって。お、あ、いいな、いいな、いいね、いいね、ゆっくりできるね。うんうん、実家か。あ、ゲームしてます。あ、紅白見てた。年越しそば食べてた。おー、年越しそば食べてるよ、うん、美味しく食べた、さっき。めっちゃ美味しそうだった。そう、めっちゃいい匂いしてた。え、そう、お二人がお弁当食べてる間、私たちはあの塚田農場のお弁当を食べていただきました。今年の締め、ね、ザゼロさん、タワーありがとうございます。すごい、タワーめっちゃ皆さんくださる。チョコレート、ね、ありがとう。あ、いただきました。チョコレートあげる。あ、あ、食べてたの、うん、え、ありがとう。なんか美味しそうなチョコレート見つけたので。生チョコ好き、おにしも、うん、いただきます。コンビニにあったよ。あ、コンビニで買ってきてくれたの。うん、いただきまーす。うーん、割れてた。いただきます。割れてた。かけてる。うまー。すごいこれ。うん。いただきまーす。うん。あまあま。うん。おいしい。中から出てくるやつだ。うま。これ邪魔、おにし。現在と。なんで？こう隠せんの？え、でもね、隠してもすぐ出てくる。うん。何だろう。そんなことないよって。ね。うん、やばいよ。美味しい、これ、うん、美味しいね、美味しい、甘々、うん、チョコいいね、うん、甘々だ、甘々、甘々、ごちそうさま、ごちそうさまでした。うまかったです。うん、そば食べてます。悩ましいな、ね、そば屋さん絶対混んでるよね、うんうんうん、そうなのよ。インスタント買いました。うん、全国の蕎麦屋さんの皆さん、頑張ってください。頑張れ頑張れ。絶対見てないけどね、うん、そういう時間で働いてるから時間ないけどさ、絶対に。そうだよ。あ、ナンナンさん、ありがとうございます。買ったわ、買ったわ、買ったわ。何乗りかよくわかんない、マジでテンション謎、ね、確かにハイテンションじゃん。でも年越す感ないよねって、うん、あの言ってますわ、うん、そうなのよ、うん、今年本当に終わんのって感じです、うん、あと何時間、今8時、うん、4時間、おもう時間ないよ。4時間だって、4時間だって。何の話する、
私たちは、そうだね、1時間ぐらいを予定しております。そうなんです。多分1時間で配信もあります。うん、ね、うん、今年どうでした？やり残したこと、今年の振り返りで、うん、やり残したことって、私ハンペン食べれたからもよっと食べれたの、ハンペン、おめでとうございます。おめでとう、やったー、ももちゃん、ハンペン、ももちゃん、そう、4日越しのハンペン、おめでとうありがとう、食べたくて食べたくて4日、そう、我慢した、食べました、ももちゃんが、ありがとう、うん、ついに食べれました、おめでとうございます。はい、ないよ、やり残したこと、いろいろあったみたいです。いろいろあったんで、うん、そうなんですよ。なんかある、やり残したこと。やり残したことですか、うん、探しますわお、じゃあ下を私はやり残したことは、公演 MC みたいな劇場の MC みたいな、もう3回目やったらそうなっちゃう、さっきの流れ確かに確かに、うん、私はないです、やり残したこと、ないの、ないですね、ないですね、なんかもう結構今年、うん、なんかありがたいことにさ、うん、結構もう十分なぐらいいろいろできたなって、そうね、まああと4時間でできることって思っちゃう、そう、そう、なんだろう、いろいろあるよ、レッスン場だし、確かに、あ、なんだろうフルーツスノーにし全然踊れへん劇場こう1回ぐらいしか出れへんかった、ないんか、確かに、ほとんどセリカが出てくれてる、確かに確かに、確かにセリカもう何回連続ってぐらいさ、セリカ1人であのポジションやってる、ね、そう言ってたよ、早く戻ってきてほしい、大西とセリカしかおらへんから、そうそうそう、うん、いやもうやり残したことっていうとあれだな、うん、ないって言っちゃうかもってぐらいだよね、うん、まあ、これがやりたいってもともと決めてなかったからかわかんないですけど、うん、なるほど、まあ、来年の目標とかの方がいいかも、うん、お、来年の目標、うん、来年の目標、来年の目標は、は、うん、いろいろありますね、うん、なんかさ真面目な話になっちゃうよね、うん、そうね、いいんじゃないの、大晦日だし、ね、楽しんじゃう、え、いいんじゃないの、全部ふざけたい、ふざけたい、ふざけたい、めっちゃさウェットボトルの出張出張めっちゃ激しいの置いてた、ここにちょうど映ってるしね、気になったよね、これ、申し訳、劇場公演でいただける、劇場でいただく、いつもさ、お絵かきさ得意なマネージャーさんいるじゃん、うんうん、いつも可愛くやってくれてるよ、ね、今回は違うんですけど、今日達筆、そう、達筆になんかクラノ、強えよ、すごい、見て強いから、クラノ、クラノ、強くない、なんかこの絶対習字習ってた、そう、クラノなんか字綺麗に書くと余計なんか強く見える、ね、そう、強い、うん、ね、書く数多いからな、なるみもさ漢字だからさ、うん、漢字も確かにどんどん強強でーす、あ、昨日レコタありがとうございました、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 いやー、いや、そうなんだよ、楽しかったね、みんな楽しかったね、うん、楽しかった、過去一っていうなんかコメント朝やった時に知ってた、うんうんうんね、ドキドキした、うん、本当に最高だったよ、う、うん、ねえ、うん、ミーシャさんの生の歌声がさ強すぎて、うん、個人的には大賞を取ったね、ダイスさん、うん、ああ、そうだよ、今ワンピースの主題歌をやってらっしゃって、あ、そうなのか、そうなんですよ、あの曲もすごいいい曲でしたよね、うん、全然関係ないんだけどさ、から蔵の大西太郎、おー、繋がった、繋がってる、それに変えましょう、これに変えよう、すごいね私も変えよう、蔵の大西太郎なんで関西弁だった、大西太郎、蔵の大西太郎、繋がりました、繋がった、蔵の大西太郎です、すごい天才、あ、ワンピースの曲じゃない、ワンピースの主題歌は違う曲、大西太郎、違います、おお、天才、違います、はい、ではね、指ちょっとカメラのところにさちょうどさ下尾の指でーす、下尾の指、指指指指、うん、ね、ほんまなんかさ、あこのさ場所で聞くのってほんま感動するよね、うん、感動した、本当に良かった、ね、目の前で見ることってなかなかないもんね、去年もすごかったですけどね、リサさん、リサさん綺麗だった、撮って去年、僕たちは燃え盛る旅の途中で、ね、
バーン。お疲れ様でした。もうバーンされたらもうやないから。やばすぎ。確かに。生演奏すごかったですね。そうなんだよね。ね、レコ隊の醍醐味、ね、おしゃれだったよ、うん、違う、また違ったね、かっこよさね、迫力あったね、うん、新衣装も作ってもらいました。そうだよ、ありがとうございます、ありがとうございます、真っ白だったね、はい、真っ白で、ね、お西はね、あ、マスク、マスク、マスク問題あったじゃん、そう、初マスクなしを、ね、本当だ溜めてるね確かに溜めてるね、披露しちゃった、そう、もうだって黒だったけど白だからさ、うん、そういつもつけてるやつと同じやんみたいな、そうだね、なんかだからさ、こうスタンバイお願いしますって、うん、MC 時にこうバーッと入ってって、うんうん、レコ隊のスタッフさんがバーッと走ってきて、うん、あのマスクついてますよって言われた、言いに来てください、やばー、大丈夫です、衣装なんで、あ面白い、そうめっちゃ面白い本当に面白い、大丈夫そう大丈夫、あ、入っちゃった、変なとこ入った、変なとこ入った、ね、たまにあるよね、うん、確かに確かに、そんなのもあったんですよ、ね、うん、可愛かった、めっちゃマスク、うん、ありがとうね、可愛いよね、うん、同じ生地なの、衣装と、うん、ね、可愛かった、さすが、本当さすが、うん、本当さ、私ちょいちょい好きだったのよ、あ、ちょいちょい髪飾りに入ったりもしてて、うんうんうん、なんか湧いた、湧いた、あれクリスマスの時にはまだ全然形出来上がってなかったみたいな、うん、聞いた、すごっ、なのにあんなすごい頑張って作ってくださって、なんか倒れてちょっとね、あの消毒液がさ消毒液やる気ないのよ、消毒液やる気出して、すごいよね、絶対徹夜とかしてやってくださったからね、そう、うん、なんかさ、ラメついてるところあったね、ラインの、うん、あれさ、うん、なんか透明の紐でさ、うん、ちょっとずつ縫い付けられてて、すごい、マジやばかった、ほんと衣装さんはすごい、うん、すごい、すごい、うん、感謝、頑張ってくれ、あ、そう、感激、あ、最高のフィナーレをし、たわ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ありがとう、あとなんだろう、あとあれじゃない、うん、衣装のさ、しのぶさんがメンバーにね、うんうん、プレゼントくれてんな、そうそう、ポーチ、ポーチくれた、可愛かった、メンバーのポーチ、そうなんです、本当感謝、デザインもちゃんとさ、その人に合ったものみたいな、うん、そう、選んで合ったものなのか分かんない、だって私ラーメンって書いてあった、うん、ポーチにラーメンって書いてあった、おにしとは一緒やったもんね、私とおにしが一緒やった、何のやつ、そう、なんかね、うん、3一富士二鷹三なすみたいな、あ、緑の、なんか演技良さそうな、そう、可愛かったね、じゃあラーメンいいじゃん、おしゃれなやつ、小田がラーメンですごい喜んでたよ、え、そう、あ、確かに、エリラーメンだった、うん、え、小田も一緒なんだじゃん、そう、ってことや、ユイユイのやつ真っピンクでなんかユイユイって感じした、ね、猫描いてたやつ、あ、そう、猫描いてあるやつ、トムさんとじゃあ小田と一緒かも、トムさんとも一緒だって言ってたから、おね、じゃあ一緒かも、ラーメン、うん、かわいいやる、使います、うん、リップケースにします、うん、なるラーメン食べないのにやって、なるちゃんそうなの、うん、なるあんまラーメン食べない、そう、熊本ラーメン推しなのにね、え、ほんまやん、帰ったら食べるものってしてるから逆にた、うん、普段食べない、あ、うん、東京とかそういうところでは食べ、そう、麺食べて生きていかないタイプ、うん、ご飯派、ご飯派です。何派ですか？でも炭水化物、うん、でもご飯全部美味しいよ。でも麺好きかも、おにし。麺、うん、ご飯派。ああ。牛丼好きやな、おにし。あ、めっちゃ牛丼屋さん行ってるよね。牛丼買ってくるわみたいな。何回も聞いた気がする。これイメージある。あるある。私牛丼大好き、ね。私はご飯だな。うん、私もご飯だ。うん、美味しいよね、美味しい、美味しい、でもそばは食べたい、ちょっと今夜は、今夜は年越しそば食べたい、食べれるかい、なると下はなんか、はい、カップ麺みたいなの買いました、カップそば、そうそう、美味しそうだった、いいじゃん、はい、なんかちょっと洒落たやつね、うん、なんか洒落た、なんか良さそうだった、良さそうなやつ、美味しそう、はい、買いました、買いました、イエイ、うまっ、あ、これさっきの白組な、そう、全員白組やな、ここ白組、はい、チームホワイト、あ、
あ、ウィンクの十何バーン、女石ピアノバーン、そうだ、物欲しそうだよ、やったじゃん、物欲しそう、物欲しそう、楽しかった、ほぼ見てる、キャプテンという名のほぼ見てるだけの人でした。本当ずっと見てた、ずっと見てたよ、みんなのこと、ついてね、見てた、見てたよ。そう、リハの時から見てくれてたもんね。うん、どんな曲なんだろうと思って、ね、残念でした。そう、そう残念でした。でもみんな頑張ったからみんな優勝。そうだよ。イエーイ、優勝です。やったー。やったー。イエーイ。楽しんだもん。イエーイ、謎と印象だよ、イエーイ、イエーイ。今日はさ、今日はだってまだ 3時はないけど、うん、2時台だった。そうだよ、2時台にね、うん、まで ルーマで24時と26時台、はい、AKB48 は3曲ありますね。嬉しいね、3曲も見てください、楽しみにしてて、ね、まだまだ長いよ。2時台生だって、生ですよ、全部生だよ、生放送です、うん、あ、私も今年はどん兵衛の天そば、あ、いいね、どん兵衛の天そば、うん、なってた、私今関西ちょっと違った、どん兵衛の、うん、なんかね、ちょっと違った、ちょっと違った、ちょっと違う、あのぎこちないかな、いつも配信でね、たまにやってるよ、関西で出た、エセ関西弁って言われるけど、そう、なんかあのもうちょっとさ、あの、うん、滑らかにやってみた、あ、そう、滑らかに、あ、もう一回じゃん、そう、なんかの時にやるわ、あ、やってみて、うん、滑らかさを重視して、滑らかさおすすめよ、ねえ、うん、そう、起きてられますかってみんなに言われてる、起きてれるよ、起きるしかなくない、起きるしかない、起きようね、見て、何、え、大丈夫、あ、チャパンってなった、ちょっとパンパンって、うん、ま、24時台、24時、ひーちゃんの声真似してだって、はい、今日歌ってた歌歌いたいけど、うん、まだわかんない歌詞が、何て言うの、リスケ、リスケジュール、リスリスケジュール、ありがとうございます、レッドミです、あ、もう、なひとみでーす、なひとみでーす、だってあの頃はね、そこやポニーテールにシュシュ、ごめん、あれレコタイやったっけ、うん、違う、あ、そうレコタイじゃない、なんだか、M ステか、M ステか、M ステ、そう、M ステの時のカメリハとか、なんかあの時に、うん、なんかあのマイクでなるちゃんがひーちゃんのモノマネしながらやったから、もうひーちゃんがいっぱいいるみたいな、そう、リハはずっとひーの声でやってる、あの、うん、あそこでやる時もね、そう、なな、ね、ゆいりーさんもやってなかった今日、ね、やってたよね、私も思った、そう、リハの時、え、そう、真似てる？どっち？若干多分近づけてた、ね、近づけてるよね、そう、気づかなかった、そう、本当に思った、すごい思った、うん、よかったよかった、共感できて、そう、ひーでーす、ひーでーす、ひー、だってだってあの頃、だってだってあの頃はまだポニーテールにシュッシュー声なんかかける気になれずにストーリーしてた、あやたるま姿言ってよひーちゃんがいっぱいやってる、帰ります、増殖してるひーちゃん、似てるでしょ、練習してるから、ひーちゃん絶対怒るやって、練習してるからでもひーちゃん意外と見てくれて、笑って見てくれて、うん、うん、はい、まだやってるみたいな話言われるからね、うん、うん、そうだよ、そうだよ、でもその練習しようもっと、うん、だって、これも特技だもんね、だって、だって、なんか違う、だって、だってミドルボイスみたいなやつやね、だって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 、君のルマルマルマを、でもね、結構成功到底とかも、うん、あの真似やすいと思う、うん、やったっけ、そんなにオーバーな、もうひーちゃんや、喧嘩したわけじゃない、すご
そんなに、そんなに思わない。うわ、めっちゃ猿だな。え、猿、今めっちゃ何猿猿のなんかギフトのさ、知らない、うん、なんか上になんか、あー、あるね。そう、あれめっちゃ好きだ。あれめっちゃ好きな。全員ひーちゃんの公演期待してますよって。全員が怖すぎー、面白すぎる。全員ひーちゃん、16人。あ、猿猿猿、お猿さんの。あー、出た出た、確かに知ってるそれ。猿が好きだからこれみんなやる。ヘリウムガスっぽいって。うん、うん、ヘリウムガスったら確かになれるかな。うん、君なんそんなにそんなにオーバーな喧嘩したわけじゃない。いつものいつものいい愛みたいなみたいなものだけ だけどそんなにかわいい、そんなにそんなに、あー、またやってるよ。ヒーちゃん選抜作ろう。うん、いいね。ね、みんな練習してるからね。うんうん、これはどういう3人組なの？お、猿いた。すごい。花火、花火とか、花火とかあるのに。打ち上げ花火。どん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 。みんなそのイメージある？あるあるある。え、そうだよ。そうだよ。世代っていうのかな。え、みんなじゃない。なんかさ、いとこがめっちゃやってたイメージなるわ。そうなの。なる、全然できなくて太鼓、うん、ああ、うまく。でもめっちゃいとこが練習した。ドカドン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 。やばい。伝わるのおもろい。伝わったらおもろい。ゲーセンとか行ったら絶対言っちゃう。ゲーセンのそうなあるのこれ。やってた？うまそう。めっちゃ好きやったの。めっちゃうまそうっていうか、うん、ガチ勢やった。うわ、ガチ勢そう。なんかマイバッジ持ってる人とかいない？え、私持ってた。ガチ勢すぎるやろ。え、でもなんかバッジがよくわからんくて、友達とその音楽楽器屋さん、うん、買いに行ったの。なんか安いやつだったからこれにしようって言って、あのドラムのバッジ買って。なんで？折れる折れる折れる。それでめっちゃ跳ねてくんのやから。確かに細いから。細そう。でも連打めっちゃできそう。確かに。めっちゃやりにくかったわね。やりにくいやろ。さすがに太鼓やったよね前。太鼓初期の頃エイト。あ、やった気がする。やったくない？私やったんけど和太鼓。あれじゃない？和太鼓か。そう、和太鼓。高宮さんの卒業だよ。そう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 、なるあれやわ。縦やってる人やった。縦の人だったのか。もし、センス。あ、センス全然違う。センスやった。みんな違う班やった。懐かしい。懐かしい。私の思い出はな、うん、思い出、うん、思い出一番ってなんやろな。思い出、今年のツアーの感想は思い出かな。思い出、まあ、またやりたいって意味でもね。またしたいね。2週目でもさ、一瞬回るのにさ、うん、何年かかった？6年6年ぐらいか。6年後か。26か。26、27か。20あ、27の年。27、26や。6年、うん、え、あ、3? 3? うん、味噌汁、うん、お味噌ちゃんになる。お味噌ちゃん30だな。わお、やばすぎ。やばい、ね、あっという間でしたね。あっという間だわ。そうなのよ。うん、うん、そうね、ツアーか、うん、ツアーは大きかったな、うん、楽しかった、うん、調整入ります。入ります。はい、はい、あとね、うん、48曲ノンストップね。あの5月楽しかった。めちゃめちゃコンサートだ。5月のライブ、うん、楽しかった。まあ、あれ5月なんだね。確かにね、思った、ね、うん、根岸みなみさんもね、うん、そうだよね。関ジャニエイトさんは1年ぐらいで全国回ってたけど。え、嘘でしょ。47都道府県回ったってこと？すごっ。あれやろ、全国ツアーってことやね。普通のじゃなくて、なんか全県回ってんの？分からへん。北海道、大阪、博多みたいなことじゃなくて。へー、あ、5台とかじゃなくて、うん、すごいね。どうやったら回れる？でもあれかな、うちらって全部瀬戸り違うからね。確かにね、メンバーも違うしね。確かに。もしかしたらね、もしかしたら、うん、そう、まあ、舞台とかもあったしね。うん、あったね。マジムーリー
マジブーリーやマジブーリーたまたま出てない人やん。あ、そうやん、こう出てない。あ、そうじゃん、出てない人だね。たまたま出てない人やないかい。でも後のやつ出てたじゃん。私の後のやつ出てたよ。あとは出てない。え、私大西の舞台結構見に行ってるの。え、そう、めちゃ見に来てくれてるの。そうなの。ファン並みに。え、そう、何公演行ってんの。え、なんかいろんな公演に行ってる。え、そう、いろんな公演なんか、そう、見に行ってて。え、そう、下をめっちゃ来てくれる。マジ行ったの。本当にマジで行った、大西の舞台。え、むしろ下をぐらいよ。マジファンじゃん。え、そう、ファン並みに行ってるの。だってももちゃんめっちゃ舞台やったよね。え、そうやってた。だけどでもマジムリ出たかったね。うん、みんなともやりたいよね。どこに入るかな。生徒会にもいそうだし。いやいや、うちやろ。そちらとね、そちらと。あれち、いや、あれち系側だと思う。で、もしこっちだったら鬼だったと思う。あ、鬼そう、鬼そう。鬼、あれちがなるちゃんとかな。まあ、アレチとはまた別の名前、まあ、アレチではなかったよね。鬼、鬼百鬼夜行っていう感じでやってたんですけど。あれやんな、マリアとか。そう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 、鬼がいたとかな。鬼側じゃね、鬼側だ。え、マリアの役とかやってそう。あれ、なんか止まってるくない。あ、ほんとだ。なんで、なんで止まってんの。怖いよ。これさ、一回さ、確かに一回消した方がいいかな。え、怖っ。Wi-Fi 外すわ。1分くらいなんで。そうなんだ。確かに。ごめんね、なんか早めですけど、もう固まってどうしようもないので、これはここだけ終わります。先に固まる前にね。うん、読みます。中3位、香港の春マットマーク、良いお年を、キャプテン成尾氏、ありがとう。12位、ナッチ、ありがとうございます。11位、ひろゆきアットマーク、あーはいさん、あーはい。10位、サイレントディームーンさん、ありがとうございます。9位、チームエイト大好きさん、大好き。 Me too。 8位、カイザーさんアットマーク、タイ、さ、なるちゃん、サワディーカー、サワディーカー、クワー。7位、キヨシアットマーク、良いお年を、良いお年を。6位、ケンタアットマーク、来年はクナノー船長とベストフレンドになれますように。あ、イエイ、ベストフレイン、ベストフレンド。いろんなのが。5位、ペイちゃんとマーク、さようなら、令和3年のクラノーさん、ありがとう。で、ありがとうね。4位、ポーンアットマーク、来年もクラノーキャップについていくっす。ついていくっす。ついていくっす。3位、サイバイくん、アットマーク、だって、あ、だってあの頃はまだ、いやいや、私は。いやいや、私は。ありがとう。2位、ポテ、ポテト、アトマーク、来年もよろしくお願いします。ポテト。1位、始まったマーク、2022年もよろしく、クラノキャプテン。キャプテン、頑張ります。じゃあ、ちょっとこの配信だけ先に終わりますんで、あの、ちょっとどっちかに行ってください、皆さん。時間あれば。どっちかに行ってください。バイバーイ。バイバーイ。よいお年を。よいお年を。